日本东京国立博物馆外头满满的人潮，都是为了国立故宫博物院首度外界的镇馆之宝翠玉白菜。东博预估翠玉白菜从6月24号到7月7号，短短展出2周就吸引至少150,000人次参观。展出最后一天，日本民众更是不畏风雨排队入场，把握机会争睹国宝风采。いやもう感激。前から見たかったのでね、まさか日本で見られるとは思わなくて、もういいです。もうこれだけ見たら帰りたかったくらい。見たらちょっとやっぱり行ってみたくなりました。ね、やっぱり、はい、いろんなお宝を見てしまうと、やっぱりその国のねものの他のものを見てみたいなと思いました。翠玉白菜展出期间，东博本馆外天天大排长龙，有人排了4个小时，只看到1分钟的翠玉白菜，也甘之如饴。国立故宮博物院の展示でもですね、世界中の方が来られて、翠玉白菜を楽しんでらっしゃる。おそらくそれと同じように日本の方もですね、楽しんでらっしゃると思うんですが、例えば。旅行のガイドブックですとか、そういうところにも必ず白菜の作品が掲載されているので、おそらく皆さん本当によくご存知なんだと思います。でそういう親しみもあって、でもちろん実際に実物を見ればですね、大変細かい彫りの素晴らしさであるとか、造形の美しさとかいうことがありますので、改めてそういう美をですね再認識していただいているということだと思います。翠玉白菜7号在日本展出最后一天，返台检查后渴望11号重新亮相与粉丝相见。